ジョルジュレーク旧駆逐艦搭載のダブルマイナス43可変深度ソナー。可変深度ソナーは、操縦破棄の振動を変更できるように、艦艇から操縦破棄を釣り下して曳行する方式のアクティブソナー。混合層が出現すると、サーフェスダクトによって、海面付近への音線の到達は改善する一方、送信より下にシャドウゾーンが出現する。 海中での音速に影響を与える物理特性は気泡や微生物といった混入物を除けば海水温、塩濃度、水圧という3つの基本量のみとされている。これを利用して海中での音速は震度を変数とする関数として定義でき、この音速震度関数を音速プロファイルと称する。音速プロファイルはそれぞれ異なる特性と性因を持ついくつかの層に分けられる。 このうち海面直下に位置する表面層は熱交換や風の作用を受けやすく音速は不安定だが雲で覆われたり風浪のある海域では風や波により拡拌されて等音層を生じることがありこれを混合層と称するこの混合層はサーフェスダクトと称されるサウンドチャンネルを形成するサーフェスダクトが出現すると 海面付近への音線の到達は改善する一方、直接の、すなわち、至近距離での音場を超えた距離では、その層の直下の水温薬層内は、シャドウゾーンとなり、音線が到達できなくなる。すなわち、水温薬層に潜む潜水艦は、水上艦の単身儀では、探知できないため、混合層うそしてこの問題に対して、ソナーの操縦破棄そのものを送信より、 下の水温に薬草内に吊り下げることで、シャドウゾーンを解消することが構想された。これが、可変振動ソナーである。VDS の操縦破棄は、投入、溶集作業の都合からあまり大きくできず、したがって、使用周波数は、比較的高くなるため、近距離の捜索追尾が、主目的となる。しかしそのように、フィッシュの大きさを制限しても、特に高天時は、 甲板上での取り扱い作業は困難であり、また釣り火事の速度制限もあって、戦術上の不都合が指摘された。また航行中の艦から釣り下したフィッシュの正確な位置把握が困難であるため、仮に探知を得ても、そのまま攻撃に使用するには、目標諸限の精度が足りないという問題があり、対戦武器システムとしての有効性は限られた。対戦戦のパッシブ戦化とともに、 パッシブソナーへの移行が図られることになった。ノックス級フリゲートでは、1980年度より、アン、SQS-35 のフィッシュに、栄光ソナーアレイを付加したアン、SQR-18A1 戦術、栄光ソナーの運用を開始した。また後継となるアン、SQR-19 も1984年より、量産に入ったが、こちらは、 アクティブソナーを持たない純粋なパッシブソナーであった。ただしその後、潜水艦の静粛化が進むにつれて、パッシブソナーだけでは、探知が困難となったことから、再びアクティブソナーが復権し、VDS からの双波とタスからの重波を組み合わせる、携帯が開発されている。アメリカ合衆国ソビエト連邦、ロシアフランス。ありがとうございます。